こんにちは、ウェザーマップ所属の音藤亮平です。今週もイラストで今週の天気を表現したいと思います。ではよろしくお願いします。できました。ということで今週1週間をイラストにしたのがこちらになります。だん、もう文字をだんだん対応し始めました。まあ、まるで RPG のような1週間という、まあ、RPG のようなというのは、まあ、気温変化が大きい1週間だなというのが今週の特徴です。でスタート地点にあるこう月曜日を基準にしても明日火曜日は一気に気温が下がります。そして水曜日また一気に東京気温が上がって今19度の予想になっているので、なかなか服装選びには難しいような1週間になると思います。でまた水曜日以降は雲多めの1週間になりそうです。特に水曜日に気温が上がった後も木曜日金曜日とだんだんまた気温下がりながらも雲は引き続きずっと出ている状況なので、今日の日差しは全国的に有効的に活用していただきたいと思います。洗濯なども今日済ませられるものであればささっとこうなんとか済ませた方がいいかなと思います。火曜日以降はこまめに計画的な部屋干しなどをやった方がいいかと思いますので、うまく調整した1週間過ごしていただければと思います。もしあった出来事といえば、再び上野予報士に誘われて銭湯に行ったことです。初めて文京区の銭湯にも行き、菊の湯というところに行って、とても綺麗なところで、特徴的なのが中央に六角形のこう洗面台があって、各辺に洗面台が6台設置されてて、東京の銭湯では見かけないような形だったんですね。それがちょっとちょうど入れ替わりで女性の方のお風呂場だったんで、まあ、直接見ることはできなかったんですが、まあ、壁に描かれている絵が一富士二鷹三茄子の絵だったり、なんかちょっと縁起がいいなと思って、また入れ替わった時の方の反対側のお風呂も見たいななんて思って、とても気持ちいい銭湯でした。上野さんは傘を忘れてしまうほど気持ちよかったそうです。取りに戻っていました。では最後になりましたが、高評価やいいね、ですぜひぜひいただければと思います。今週の3分イラスト予報でした。ありがとうございました。